皆さんこんにちは、トーマ生きてます、ひえママです。本日はサンリオショップでの購入品と、それからこちら、はい、娘と、ね、旦那が、マクドナルドに行ってきた時にゲットしてきたクロミちゃんです。これもね、一応紹介しようかなと思って、持ってきました。まずじゃあこれね、クロミちゃんで、何かっていうと、これね、串になってて、こうスタンド付き、ね、スタンダーこのクロミちゃんとバクくん、ね、クロミちゃんのこう串のスタンド付きの串、これが当たりました。はい。そして、こちらのね、サンリオグッズ、この間池袋に行ってきた時に買ってきたものと、本日別でこちらのね、シナモンのグッズも買ってきたので、両方ね紹介したいと思います。で、今回もらったのがこのキティちゃんのミニバッグね、これをいただきました。かわいい。はい。ちなみにこれステッカーをね、いただきました。購入すると必ずもらえるのかなね、これ今サンリオキャラクター大賞をねやっているので、その見てすっごいキャラクターがたくさんねいっぱいいるね。私の推しのマロンクリームちゃんもいるし、いやすごいね。別日でまたサンリオショップに行って購入したら、またねもう一枚この同じステッカーもらいました。それではね、何の商品からいこうかな。このまず、このトレーディング系じゃなくて、キキララちゃんのこの、ね、ID フォトフォルダーを見ていこうかな。これね、なんか一目惚れしたんですよ。これ横に、ほら、わかるかな？磁石がついてて、くっつくらしい。くっついてたんですよ、店舗で。まず、商品名が、エンジョイアイドルシリーズの ID フォトフォルダーです。ね。開けてみましょう。これがね、これがちなみに、いくら？はい。495円でした。はい。開けます。ね。これね、ボールチェーンなんだけど、ほら。ボールチェーン用の革付き。カバー付き、すごい丁寧で、ね、こういう感じになってて。まあ、キキくんも開けてみると、はい、ね、こういう感じで。で、ちょっと一回横にくっつけてみると、ほら、ぴったりね、くっつくんですよ。かわいい、手つないでるみたいで、かわいい。で、じゃあちょっとこの外して、待って、でこれをスライドできる、できない説明書、こっちから、これ下からだ。これ、ずれないように、マグネットがついてるんだしたね。だからちょっと、浮かせて、スライドする。なるほど。これで、ここに、入れられるんですね。なるほど。ね、カチャッと。そして、マグネットだからついてくる。そうそう、こうやって。店舗で、このね、二つが、こういう状態で手繋いで、で、キキララちゃんだけじゃなくて、他のキャラも全部手繋いでて、お手繋いでる感じで、ぶら下がってて、すっごい可愛いと思って。そう。で、キキララちゃんはなんか私いつもセットで買いたくなっちゃうから、こういう風にね、別売りしてると。なので、このね、ララちゃんとキキちゃん。
購入してきました。可愛いです、ね、まずこちらの商品が、ね、1つ2つと、はい、そしてこれちょっと別日でね、別日で買ってきたんだけど、これ娘用に、今ね、ほら、まあ、小学校だと、まあ、ハンカチ、ティッシュ、うん、それを持ってきてほしいけど、ポッケのついてない服って結構多かったり、ポッケが小さすぎて、ね、ハンカチしか入らないっていうのも結構多いので、今こういうね、ズボンに、ね、クリップで、これクリップね、こうついてるんだけど、クリップで取り付けられる、こういうね、ポケットみたいなポーチっていうのが主流になってる。うん。だからね、これ持ってるんだけど、別のやつ。だけどもう一枚ね、毎日使うから、もう一個足そうかなと思って、今回シナモンのね、やつ買ってきました。どういう感じになってるのかというと、ね、マジックテープでねちゃんと閉じれるようになってて、このポケットがこう、これは2枚ありますね。ハンカチとティッシュとか、ね、しっかり入る大きさになっております。これならね、ズボンとかスカートにポッケがなくてもね、いろいろ入れられるよというねものになっております。これはね絶対、うん、小学校とかでは必須かなと思うのでね、買ってきました。値段が、はい、1100円ですね。うん、これでね1100円。前買ったのはもうちょっとごついやつで、この裏にもねポケットがあるやつだったんだけど、今回は前だけポケット2つのちょっと安めのやつにしてみました。これでも十分なんだよね。うん。で、絵柄は、今回娘ちゃんがシナモンが可愛いということで、シナモンに、シナモンをね、買ってきました。はい。そして、もう一回ね、池袋で買ってきた方に戻るんだけど、そもそもね、池袋にね、なんで行ったかっていうと、うるせえやつだと、サンリオのコラボグッズが池袋のロフトで発売されてて、さ、それにね、ちょっと私も参戦して行ってまいりました。で、後ろにね、そう、後ろの方にね、ほら、買ったやつがあります。ね、クリアファイルとか。そして、うるせえやつらとサンリオコラボのグッズ紹介も動画にしておりますので、よかったらご覧ください。今回トレーディング系で買ってきたのが、このサンリオコレクターズカートプラス。これ、つなげて楽しむって書いてるんだけど、1枚しか買ってこなかったんだよね。そう。だけど、ね、ちょっとどういう感じなんだろうって試しにね、1枚買ってみました。ね、そしてもう一個が、これ、セーラームーンコラボの、私、初めて見た、アクリルクリップが売ってたので、これもね、試しに一つ買ってみました。なので、まずこっちに開けてみようかなと思います。ね。それでは開封していきましょう。はい。それではね、何が出るか。あ、なんか、待って、1枚じゃないのかな？ちょっと待って。1パック、カード3枚も入ってる。あ、でも、運が良かったら繋げられるってこと。あとシールが1枚入ってるそうですね。それでは見ていきましょう。せーの、ドン！あ、これ知ってる。すごい。セブンシリードワーフ。そして、あ、ジュールペットだ。え、待って。あ、これが、あ、こっちがシールだ。かわいい。そして、これ繋げられるの？え、これだけクリアだよ。シナモンだけ。え、こういう違いがあるの？違いがあるの？そうなんだ。へぇ。なんかちゃんと種類を見てなかったから。うん。あ、カードのね、種類としては、すごいいっぱいあるんだね。紙カード50種類。ホログラムカード25種。
クリアカード30、シールが5個。個数の言い方が違うけど。そっかそっか。ってことは、紙カードが今回2枚。これすごい同じ舞台みたいな感じで、確かに繋げられる感じだよね。ね、同じ舞台でわーってライブしてる感じ。かわいいね。そして、シナモンのやつが、これが、多分、クリアカードだよね。クリアだから。うん。これシナモンが来てくれたね。うん、かわいい。シナモン率高いな、私、やっぱり。で、こういうのがまた、多分同じクリアカードだったら、ここね、ほら、ちょっと、切れ目が入ってるから、さっきあったように、こういう風に、つなげられるらしいよ。これかわいいね。うん。今度また見かけたら、買ってみようかな。いいですね。というわけでね、この、カード系は、この3枚とシールが、シールはね、ちなみに、サム君、ケロッピ、ペックル、ハンニョドンでした。男の子グループで、かわいいね。うん。これはなんか娘に取られそうな気がする。ね、シール大好きだから。はい、こんな感じでした。かわいいね。はい。それでは次行きましょうか。次といってもね、次で最後なんだけど、これ、セーラームーンコラボ。セーラームーンもね、大好きなので、よくね、買うんだけど、よいしょ。はい、それではね、見ていきましょう。せーの、ドン！ね、紙に、くるまってます。いや、何来るかな？ちょっと、うるせえ奴らの方で、ちょっと運をね、使いすぎたかなと思うから、多分推しのキャラは来ない気がするんだよね。ちなみに狙ってたのは、私の好きなジュピターとマロンクリームちゃんの、コラボのやつと、あとセーラームーン側の推しの、ヴィーナスとプリンくん。あと、ウラヌスとキキくん。それからネプチューンとララちゃん。が狙いなんだけど、種類が多いから、セーラームーン側も。だから、ね、一回勝負。ね、一回勝負でいきたいと思います。それでは行きます。せーの、ドン！おー！まーず、クロミちゃん来た。え、かわいいね。クロミちゃんも大好きだから、しかもね、セーラームーンコラボの、このね、デザイン見たときに、まーずかわいいなと思って。だから、これはね、いいですね。当たり。クリップ。あ、ほんとだ。ちゃんとほら。こう、テンポではね、なんかこう、展示のこういう、ちょっと、クリアになっているところに、こう、挟まってて、こうやって飾ってあって。すっごい可愛かったんですよ。そう。ちなみに前当てた、はい、アクリルスタンドはネプチューンでした。ネプチューンと、ララちゃん。ね。で、キキくんのぬいぐるみを持ってるっていう。これも、私の推しだったから、すごいね、嬉しかったんだけど、今回は、はい、マーズとクロミちゃんでした。かわいいね。なんか持ってないキャラが、こう、当たるっていうのも、これまた嬉しいよね。はい、このね、アクリルクリップ、セーラームーンとサンリオコラボのやつは、価格が、はい、770円でした。考えると安いな。これで770円。安いね。すごい。はい。こんな感じでね、今回ね、いろいろ購入してきました。この、キキララちゃんのこの中に何を入れるかも楽しみだよね。うん。今回の、サンリオキャラクター大賞のセブンイレブンで投票もできるポストカード、あれを買って、で、それを、ちょっと多分、二人だと大きくて入りきらないから、こっちララちゃんの顔とか、こっちキキ君の顔とか、反対でもいいけどね。そう。ねえ、そういう切り抜きを入れてみてもね、楽しそうですね。いやー、素晴らしい。
それではね、以上が、購入品紹介と開封でした。今回ね、開封は2つだけだったから、このねクリップとこのカードね、この2つだけだったんだけどね、いかがだったでしょうか。サンリオキャラクター大賞もまだまだね続いているので、何かね、そうグッズとか購入したら店頭でもねちょいちょいね投票しておりますね。皆さんも、ね、一緒に楽しんでいきましょう。はい、それでは今回のサンリオグッズ購入品紹介でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。それではサンリオグッズで、ね、また買ってきたら紹介したいと思うので、グッドボタン、チャンネル登録で応援よろしくお願いします。それではまたねー、バイバーイ。